吉田勉派遣動画チャンネルの吉田勉です。ただいま秋の交通安全運動が行われております。それぞれ町田の市内の各所では主要な交差点でそれぞれ交通安全協会の皆さん方がボランティアで活動されているところです。ここは市内では一番の真ん中にあります朝日町の交差点です。この左に行きますと町田警察署があります。都内でも随分と大きな警察署です。このガソリンスタンドでこのお借り指定の場所になっております。今日はそれぞれこの安全協会の皆さん方の他に黄色の服の人は何ですかね、会は何だったですかね。安全協会じゃなくて黄色の服の方は、はい、交通安全協会じゃなくて黄色の服の方は何だったですかね。今日は交通安全協会の女性部の皆さん方も通行の車の皆さん方にそれぞれティッシュなどを配りまして交通安全のご協力のお願いをされているところです。昨日は市内で死亡事故がありました。どうか皆さん方交通安全に注意して運転をしていただきたいと思います。終わります。